よ。ちょっといいか。どうした？行くぞ。少し熱中しすぎたようだ。お前がいてよかった。感謝する。まるでテオだな。意味が通じているのか不安なんだが、今のは比喩だ。俺が言ってるのはゴッホの弟のテオだ。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の画家だが、唯一の理解者であり支援者だったのが弟のテオだ。まあ俺みたいなのに付き合ってくれるやつは珍しいからな。ところでその手のカードか、白紙のものを見るとつい何か描きたくなってしまうな。いいか、なんだと。うん、会心の出来だ。どうだ、なかなかだろ。これならスランプを。俺の絵が本物のスキルカードに。
なあ、これからも相談に乗ってくれないか。スランプを克服できればさっきみたいに、いや、もっと怪盗団に貢献できるはずだ。そうだな、怪盗らしく取引と行こうじゃないか。ああ、協力の対価を約束しよう。君の所持品からカードが複数発見された。同じ絵柄が模写されたもののようね。カードの使い道は見当つかないけど、画材に長けた者が君の近くにいた。そいつに何をさせてたの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我皇帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、死体は済んだし、今日はもう十分だ。続きは寮に戻ってから書くよ。完成したらまた連絡する。本に切る。君か。なぜだ。聞いてくれ。実はな。
助かる。よし。よし。何だと？なんということだ。そうだな。よし。
帰るぞ。ところで、
ところで、行こう。では。違う。
オンに切る。なんということだ。いや、なんということだ。
まずいぞ。オンに切る。よし。帰るか。またな。助かる。なんということだ。
バカバカしい。断る。なんだと。すまん。帰るぞ。君か。なぜだ。すまない。そうだ。ちょっと。
そうか。いやいや。Thank you.
まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望。でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。え、この前見たく、むやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです。欲望と希望。なるほど。美醜どちらも併せ持っても人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった。それだけだ。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず、新さんを舐めたよ。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが画壇なんて所詮権力争い。うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。え、疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した。
休日で病院も閉まってるなんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな先生が。ああ私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話、ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫です。まったくあいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。申し出を断ったことか。確かに少しもったいなかったかもな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、皇帝の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を何時に与えん。よしよし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからには書けなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも今は怪盗家業に励まなくちゃな。オンに切る。よう、時間をもらえないだろうか。ナナ、オンに切る。悪いな。
は。そうだ。本に切る。